ハラレは南部アフリカのジンバブエ共和国の首都で、この国最大の都市である。旧称はソールズベリー。英国風の街並みが並び、標高約1600メートルの高原農家にあるため、夏でも平均気温は20度少し程度と涼しい。2010年の都市的地域の人口は217万人であり、世界第183位である。ハラレとは、ショナゴで、 眠らない街を意味する。ソールズベリー城塞の地に旗を立てる探検隊1890年9月11日にフランク・ジョンソン主導のイギリス南アフリカ会社の白人体験家がこの地にソールズベリー城塞を設立したことに始まる。ソールズベリーの名は当時イギリスの首相だったソールズベリー公爵にちなんで名付けられた。1953年から10年間。 ローデシア・ニアサランド連邦の首都であった。連邦解体後は白人国家のローデシア共和国の首都となるがアパルトヘイトを取っていたために国際的に認められずにいた。内戦と経済制裁を受け1980年に黒人に主導権を渡しジンバブエ共和国として完全独立し翌年の1981年にソールズベリーの名を 現在のハラレに名称を変更した。ハラレは、ジンバブエの金融、商業、通信の中心地である。農産物の集産地である。標高1483メートルで高原の高い部分に位置する。ジンバブエ国鉄により、ムタレ方面、ブラワヨ方面への鉄道が運行されている。ハラレには、ジンバブエプレミアサッカーリーグに参加するクラブが複数、ある。 ありがとうございます。